はじめまして、グラビアアイドルの星川由衣です。この度私の YouTube チャンネルを開設しました。あれ、画面大丈夫かな、傾いてる、映ってるかな、大丈夫かな。ずっとちょっと興味があって、やりたいなやりたいなっていうふうには思ってたんですけど、マネージャーさんと相談して、もう今かなって思って始めることにしました。私とファンの皆さんとの交流の場としてみんなで盛り上げていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ライトの大角度大丈夫で、今日は皆さんと一緒にやりたいことがあります。 YouTuber さんとかって最初に挨拶があるじゃないですか。それを考えて決めたいなと思ってますので、よかったらコメント欄にアイディアをお待ちしてます。もうゆいは今自己紹介が特にこれっていうのが決まってないんですけど、やっぱ YouTube やるからにはやりたいじゃないですか。はい、なのでちょっと考えてみたいなって思ってます。私が星川由衣って名前なんですけど、この由衣が独尊っていう四字熟語があるんですよね、はい、それにしようかなと思ったんですけど、なんかもうやられてる方がいらっしゃったので、由衣が独尊宮にしてみました。由衣はちょっとお歌が好きなので、そんなお歌歌えたらいいなと思って、このチャンネル名にしてみました。大丈夫ですかね、これできてますかね、ちゃんと。恥ずかしい。今日は YouTuber さんがよくやってるメイクをしたいと思います。これちょっと需要あんのかな、よくわかんないんですけど、まあ、ちょっとマネージャーさんがやれって言うのでやってみたいと思います。ちょっとすごい恥ずかしいんですけれども、まずはすっぴんになりたいと思います。なんと全世界初公開です。どうぞ。3、2、1、じゃん。あー恥ずかしい。これ大丈夫ですか、耐えてます、ちゃんと。今回すごく勇気がいったんですけど、ちょっとグラビアアイドルとしてすっぴん見せちゃうのどうなのかなみたいな風にすごい思ったんですけど、ちょっと私のメイクを女の子さんたちにも見てもらって参考になればいいかなと思って思い切ってすっぴんにしてみました。はい、それじゃあ、メイクを始めます。スタート。まずはファンデーションを、塗ります。こういう、あ、 YouTuber さんみたい、すごい。こういうスポンジにつけてトントントンってこう叩いていきます。忙しい時はパーってこう適当にねなりがちなんですけど、でもやっぱりお肌のためにはこういう風に手で塗らないでスポンジを使って、これ100均とかでもすごい売ってるんですけど、これを使ってやるといいよってメイクさんに教えていただいたんでやってます。こういう、次は、コンシーラーです。コンシーラーは、これを使います。コンシーラーティップコンシーラー、もうすごい安くてコスパがすごいいいんですよ。私すごいニキビできやすいんですけど、その気になるところにちょんちょんちょんってこうやってのせていきます。こんな感じ見えますか。よっ、あ、鏡が倒れちゃった。ちょっとなんか置いてから、時間を1分ぐらい置いてからトントントンってやった方が肌なじみがいいので、わざと放置しておきます。その間に眉毛を描きます。眉毛はこれです。インテグレードのビューティートリップアイブロウです。自分の髪の色に合う色をこうやって取ってのせていきます。やっぱりその日の気分によってちょっと角度つけてみようかなとか、あと髪を染めた時はやっぱりその髪色に合わせて買い直しております。大丈夫かな、うん、そしたらさっき放置してたコンシーラーをこうトン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 ってこうやって薬指でなじませていきます。このカバー力がすごくて、もうほら全然見えないでしょ、シミが。ハイライトは
やっぱり女の子ってキラキラっていうのがすごい好きですよね。なのでこう高く見せたいところにチョン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 って、撮影の時はメイクさんにやってもらう時もあるんですけど、でもやっぱりちょっと自分でその時のあのお衣装だとか肌の調子に合わせてやりたいので、結構あの自分でゆいはやりますね。うん、ほら鼻は高くなったでしょ。ね、すごい。じゃあ次はチークです。今日はお洋服がピンクなので、このピンクに合わせてこのピンクのチークを塗っていきます。結構今はちょっと照明で飛んじゃってるかな、明るくなっちゃってるかなと思っていっぱい塗ってると、いつもあれそのほっぺどうしたのってマネージャーさんに言われます。現場に行った時に赤くしすぎだよって。この薄い色をね全体的に塗っていきます。こうやってやってる時すごいそう顔がそう誰にも見られたくない、うーん恥ずかしいよ。あやります。あ出しすぎた、あ事故った。マスカラです。はい、ビューラーで上げていきます。あ、アイライン忘れてた。今日はちょっと長めがいいなっていう気分だったので、外骨でゆったりしたカーブでこうちょっと長めに引いてみました。はい、ね、結構女の子って大変なんですよ。こうやってやっています。いつもマスカラです。あ、ゆいは今髪がちょっと髪色が明るくしてるので黒じゃなくてちょっとあの赤っぽい茶色が入ったマスカラにしてます。もうゆいは絶対に不器用なので一回でこう綺麗にねできる時がなかなかないんですね。なんで一回でできた日はもうすごいね気分がアゲアゲになります。どうですか、左と右で全然違うでしょ。タトゥーティントです。これはなんか絶対落ちないっていう風に書いてあったんで。見てください。発色がすごーい。すごくないですか？これ。ね。はい、これでゆいの毎日メイク完成でーす。どうですか？いつものゆいになったでしょ？はい、ということで今日はゆいの毎日メイクをご紹介しました。第1回はこれで終わりです。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。なんか YouTuber っぽいですね。はい、ありがとうございました。さようなら。バイバーイ。